つもう、今回は普通のマッチやってくで、使う武器はモミジシューター、まあただただ塗って雨降らし吐くだけの動画や、次はウルトラハンコばっかり使う動画とか作り始めそうですねあなた。一応予定しています。ていうかついに前回出し上がりましたね。慣れ合い破壊動画を。気分だったので作っちゃいました。慣れ合い推奨派に暗殺されてしまいますよあなた。私の言い分としては、慣れ合いはとても悪い行為とは言いませんが、破壊されても文句は言えないかと。いきなりマジになったなお前。てなわけで実況に戻るんですけども、今回の私の立ち回りは、塗って雨を溜めて溜まったらすぐに吐いて、発生したクールタイム中に敵を攻撃するという感じでやっていこうと思います。まあ、敵を倒さなきゃいけない状況が生まれた場合はちゃんと交戦するんですけど、なるべくは発生するリスクを避けれればいいかなと思っています。雨降らし中が攻撃タイムか。またちゃちゃっと溜めて攻めていきたいと思います。でも、その武器って打ち合い専用の武器じゃないですよね。だからなるべくのリスクは避けたいんですよ。一応、スペゲンはちゃんと積んでるんですけどね。てなわけで交戦の時間です。ふふ、君は雨が降ったら逃げるために降りてくるだろう。そこを私がブビビッと狩る。効果音おかしすぎないですか。ていうか降りてこないんですけど、降りてこいやー。ちょっと待って狙わないで。やだやだし見たくない。よし、このまま進め。あうん、まあ抱えてないだけマシだろ。てなわけで復活私。お、塗り残しがあるので塗っていきます。それにしてもこっちがチャージャー二人なんで勝つのにはなかなか厳しくないですか。ただ、めちゃくちゃ塗れる武器も2枚いるんですよ。そういえばこの前出した動画で銀モデラー使ってたなお前。ていうかいきなりピンチ。いや、言うて大丈夫か。あのデュアルが距離取ってる間に敵陣抜けちゃいますと見せかけたカウンターを使って倒していきます。デュアルは自分より射程が低い相手に距離を取って戦うというチート戦術があるので、使い慣れまくってる人はさっきみたいに深追いはしてこないです。てなわけで雨を吐いたので反撃タイムといきます。右で相打ちが起こってますね。ちゃんと塗っていきます。え、ちょっとどうしたの君。なんか突っ込んできましたね。ていうかこっちめちゃめちゃ塗られとりますやん。そしてさっきのデュアルが復活してきたようですね。復活早いように感じたけどゾンビでも積んでるのかな。ていうかレイムさんって割とサブ使わないんですね。縄張りだし光線避けるし牽制の必要ないと思ってます。今みたいにたまに使うくらいですね。あれ、まだこの下にいるのかな。いたな。とりあえず雨が溜まったので吐いといての攻撃してきた敵に反撃していきます。ボコボコにしてやります。クイックリンさん舐めててすみませんでした。今のは完全に舐めてましたね。ていうか前にも話したと思うんですけどまた秋がやってきてるんじゃないかと怖くなってきてます。自分のことなのに他人事みたいな言い方ですね。いやちょっと自分でもあまりよくわからなくて、スプラトゥーンをやると1時間くらいで疲れてしまうんですね。スプラトゥーンの復活フェスまではなんとか持たせたいなと思ってるんですけどね。霊夢さんの圧勝 VS スプラトゥーン2開幕開幕。勝てる自信しかありませんね。あなたさっきまで不安になってましたよね。でもスプラトゥーンが定期投稿になったら皆さん察してください。ていうか若葉系の武器当てづらいんですけど。まあ乱数すごいので仕方ないですよ。さて残り30秒くらいだが、戦況は大丈夫そうなのか。うん、戦いながら見た感じだと割と負けてなさそうなんですけどね。私が敵陣に差し込んでますし、まあ今これ敵を狙ってるんですけど、あ、雨が切れたので塗っていこうと思います。で、塗りつつ真ん中の様子を見に行きますよ。なんか割と大丈夫ぽさそうですね。地味に結構塗ってるんですね、霊夢さん。1500液体ですね。あ、待って無理。あーん、言うて現状優勢ですけどね。15秒を舐めたらダメですよ。こっちチャー2枚ですし塗り打開なんて全然されますからね。マップを見て確認してみま、ご視聴ありがとうございました。さっきまでこっちのイカアイコンの方が大きかったのに一気に打開されたな。あらら、全体的に青の方が多いんで負け負けですね。とりあえず1キルでも取れればいいかな。あ、無理や。塗りポイントで銀モデに負けてるのショックです。言うて微差だろ。68の差を舐めないでください。てなわけで2試合目やってきます。ビーバスパークです。使ってく武器はさっきと変わらずです。まあ動画の必死ですしね。さてさて編成見ていきますか。うんうん、なるほどなるほど。あ、落ち葉とスクイックリンだけ狙おう。この人またスクイックリンを舐めてますよ。とりあえず立ち回りはさっきと変わらず、最初は塗ってスペ溜めて吐いて反撃です。味方の若葉がガンガン突っ込んでくな。この人ランク8だったんですけどね。動き的に絶対サブ赤ですよ。心強いですね。もう雨が溜まったので真ん中ら辺で吐いちゃいたいと思います。そして序盤からいきなり裏取りかまそうとする寿司コラを倒そうと思います。さっき避ける的なこと言ってませんでしたか。チーズのことですか？は？まともになりかけてるこのチャンネルが再びあの忌々しい過去に戻りかけた瞬間であった。とりあえずお楽しみとして残しておいたこの自陣を塗っていきます。なるほど、好きなものは後から食べるタイプの人なんですね。いや、お腹がいっぱいの時って美味しいものを食べても良い感じに満足できないので割と好きなものなどは初めら辺に交互に食べていくんですけど、それが一つしかないなら一番好きなものからまず初めに食べていきますね。うわ、こだわりが強すぎて逆に引くんですけど、キモ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 。でも割と私みたいな人多いと思いますよ。後からお腹いっぱいになって苦しくなるならその状態で美味しいものを食べても仕方ないので、どうせなら好きなものをより美味しく感じれる状態で食べるのが一番なんじゃないですかってことです。ちょっとわかる。てなわけで復活私、塗り残しを塗ってスペシャルを貯めていきますよ。ざっと見た感じ、戦況は五分五分ですね。ていうかこれ言うほど良い動画じゃないので撮影中断していいですか。やめたい話になるけどもうこれ編集しちゃってるんだけど。だって死にまくってあんまり濡れてないんですもん。次死んだらもう中断しようかな。ちょっと他の実況では絶対見ないけど必要もない縛りやめてくれませんか。多分誰もやらないと思ってるだろうけどこのチャンネルはやるときはマジでやるからな。私を信じてください。やり遂げますから。おいおいなんか嫌な予感がしてきたぞ。大丈夫です。ほら1キル。そしてまた上を取っていきます。この悪い予感は何なのでしょう。あ、ガチ忍者。
言うて、一度撮影切ったっちゃマジで切ったんですけど、塗りポイント的にそこまで悪い戦績は出なさそうだったので、もう一度撮影つけました。とりあえず、雨を貯めていきます。そして貯めてからのオート。というか敵味方で若葉系の武器が揃っちゃってますね。即割が弱体化された今、落ち葉を使ってる理由がわからないですけどね。前は私は愛してたのに、さてどうしましょうかこれ。とりあえず右下から敵が接近してきているので倒しに行きたいと思いますよ。うわそこかお前、よしそこだお前、そこだお前、これと釣ったら出てくるかも。いや出てこないんかお前。敵の場所を予測して撃つがあまり思うように動いてくれないのはロタ。てなわけで雨を落としてリスキルの体制に入ります。なんて言ってたんですけどめちゃくちゃピンチです。助けて。バスパークってここだけ少しゲームが変わってきますよね。とりあえず2枚いるので倒していきます。よしあと1人のこの落ち葉シューター。よし倒せた。てなわけで試合終了です。多分次回はまた別の企画を撮っていこうと思います。慣れ合い破壊系の動画の予定も考えています。まあそこは前回動画の様子見次第ですけどね。好評だったらまた慣れ合いで異常者探しから始めようと思います。割とヤバい人多いですよね。9割は普通だと思うけどな。ちなみに煽り返しの動画もちゃんと予定してます。てなわけでご視聴ありがとうございました。